第4回大人の遊び企画、あなたに今叶えます、はい、プロジェクト、今回ビッグサプライズがあって、うん、今日、うん、なんと、うんうん、FA カップ決勝明日あるんですけど、うん、FA カップウェンブリースタジアムに向かう前に、うん、なんとペップグラウディオラさんに会います。完璧よ。来てくれねえかな、これな、ダメか。ありがとう。高井先生会いたかったから。はい、おはようございます。おはようございます。今日は5月25日。誕生日おめでとう。ありがとうございます。そして、はい、今から何分後だろうね、 あと1時間半後に、うん、なんとエティハードスタジアムの、うん、ね、貸し切ってね、うん、今日は、今日はあなたの夢叶えます企画プロジェクトね、はい、第4弾ということで、はいはい、マンチェスターシティのホームスタジアム、そう、何でしたっけ、エティハードスタジアム、エティハードスタジアムで、で、はい、貸し切って、エティ、あのマンチェスターシティのスタッフたちと本気の戦いをやりに行きたいと思います。なるほど。前回ね、あの2年前にカンプノで試合をさせてもらって、うん、あの時は、10対8ぐらいで勝ったんですけどね、はい、今回90分、まあね、初めてのね、イギリス乗り込みのことでどんだけのね、うん、サッカーの強度か分からない。そうね、90分を11人で戦わなくちゃいけないんですよね。そうなの。うん、もうね、カツカツで、そんなのね、もう2年、はい、その2年前にやサッカーを真剣にやったっきり、うん、やってませんで、もう2年ぶりトレーニングもしない、なぜなら怪我するから、どうせだから、どうせ怪我するなら今日怪我して、今日怪我して、で半年間ぐらいまたできなくてっていう、そういうこと。前回もそうでしたよね、うん、前回の模様はこんな感じです。そう、こんな感じ。取れたな。ゴー。靴が脱げた。見た？うまい。ナイス。ナイス。ナイスゴールでした。団長のボレーシュートと、いやいやいや、ウッコンのね、はい、あのヘアコンのあれだね、左足の巻きそうね、うん、団長のボレーシュートからの、あれね、このおばちゃんバチリの、ね、そうそう、ありましたね。そんなのね、ありがとうございます、はい、そうなので、はい、今回、まあ、マジ、新しくね、こうどん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 、ね、うん、あの企画を広げていく上で、うん、イギリスにやってまいりまして、うん、昨日はなんと、うんうん、昨日はペップ・グラウディオラさんに、はい、マンチェスターシティの監督に会いに行って、緊張感あったね。そうですね、いや本当、万が一もらえない、会えないじゃないかっていう緊張感の中で会いましたからね。そう、ドキドキしたわ、はい、昨日、はい、うん、気さくにサインに応じてくれて、ね、なんと、うん、プレミアリーグの優勝トロフィー、本物の優勝トロフィーに触れると、まあ、間違いない、すごいですよね、うん、ペップがこれ持っとけって言ってましたもんね。そうそう、いや、すごいね、あれは。ということで、今日はこれからイギリスじゃ なかなかないらしいんですけど、晴れが、うん、すごいよ ね昨日までずっと雨だったもん ね、 そうですよね、曇り雨 ね、 余談なんですけど、2年ぶりのコンタクトやってます。確かにメガネしてないなと思ったんだよね。マジで2年ぶりのコンタクト、それサッカーやるためにさ、やっぱ、うん、やメガネできないもんね。もうドライアイでやばい。もう異物感しかないんだよね。まあでもこれを
乗り越えてさっきやると思う、はいはいはい、じゃあここから楽しみにしてますんで、はいはい、じゃあこの続きはグランドで、そうね、はい、このバスに乗っていきますんで、なんかバスはこじんまりしてますね。そうなんよ、あのね、はい、今日さ FA カップ決勝でさ、うん、選手バス使われてるから、ああそういうことか、うん、あ本当は選手バスだったのね、だったの、うん、なるほど、じゃあそっか、 FA カップ決勝が今日ユナイテッドとシティがあるということで、うん、選手はみんな行っちゃってるんですもんね。そうなんよ、まあいいんじゃないですか。でもその前に会ってくれるって、うん、だってもう試合終わった後、俺ら10時キックオフなんで、うん、終わった後3時から、うん、で、あれだからね、ウェンブリースタジアムでやるやつを見に行かないけど、うん、バルで応援します、うん、バルで応援しますよ、はい、そんなのも含めて、うん、今日一日楽しみましょう。よろしくお願いします、はい、まあバースデーゴール楽しみにしてるよ。ありがとうございます。バースデーゴール頑張ります。ういっす、ういっす。